カロンの頃に載したメッセージ、ある夜の夢に現れた少女が、ただ耳元でささやくメッセージ、優しさに溢れた声と言葉だった。目を覚ました僕は月夜に照らされ、少女を思い出す、頑張って欲しいなあなたのおかげで、私は幸せに暮らしているはず、あなたがいるから幸せに生きれる人がたくさんいる、頑張っていたって経過は悲惨で、意味なくてもうやってそれでもどこかであなたを見ている人がいると忘れないで、させるメッセージ、また夢の少女がささやきかけた、また僕は安心して眠っていた、あの瞳、あの声、あの針が顔も誰かに似てた、人の代わり